アウグスト・ベイバーはドイツの風景画家であるデュッセルドルフ美術アカデミーの教授を務めたフランクフルト・アム・マインで生まれたフランクフルトの画家ローゼン・クランツに学んだ後1835年からダルムシュタットの宮廷画家シルバッハに学び1836年から1838年までフランクフルトの美術学校で学んだ 1838年の秋からデュッセルドルフに移り、デュッセルドルフ美術アカデミーで学び、後に多くの学生も指導した。ベーバーが教えた学生には、テオドール・マルテンス、オットー・オーデブレヒト、ジョン・ロビンソン・テイトラがいた。指導技術を評価されて、教授に認じられた。1858年には、フランクフルトの美術学校で学んでいた、ヤーコブ・マウラーとアントン・ブルガーも、 ゲーバーの指導を受けるために、デュッセルドルフに移ってきた。1844年に設立されたデュッセルドルフ、芸術家協会の設立会員であり、デュッセルドルフの美術家協会、マルカソンの会員であった。1864年に、フランクフルトの学術団体、科学、芸術、教育のための自由ドイツ連盟の名誉会員に選ばれた。ありがとうございます。